どうもなんとか重工です。よろしくお願いいたします。本日の動画なんですが、パイプ曲げを断念した男がスイングアームのパイプ曲げをどうやって実現するかという動画になります。こちらのパイプ、テストで曲げたパイプなんですけど、まあある程度曲がりました。で、まあある程度改善すれば使えるレベルで曲げることは可能なんですが、これに関してはこのサイズで言えば、ただスイングアームのパイプこちらでございます。今のままでは曲がるはずがないということで、この曲げは断念いたしました。しかし曲がっている必要があります。っていうかあれですよね、このスイングアーム同じサイズ、これパイプと同じサイズで作ってるにもかかわらず、このスイングアームから発せられてる雰囲気と、この鉄パイプから発せられてる雰囲気があまりにも違う。はい、まあそんなことはどうでもいいんですが、過去動画でこちらの動画で作りました。こちら、これは切れ目を入れて曲げて、でつなぎ目を溶接して作った曲げパイプになります。で、こういった方法で作ることももちろん可能なんですよ。パイプ切れ目を入れてギュッと曲げて溶接してつなぐ、可能です。なんですが、まあ面白くないでしょう。面白くないということでですね、私こちら用意いたしました。はい、こちら SS400 の平角棒 1m でございます。これを切り出して削り出してパイプ曲げのエルボーを作っていきたいと思います。
というわけで終わりました。疲れた。もうすでに夜も更けておりますって思うでしょう。朝から始めて夜になりましたって思うでしょう。今2日目の夜となっております。昨日の晩は9時ぐらいまで加工して、今はもうすぐ11時です。はい、というわけで終わりました。完全に企画をミスりましたね、これは。パイプを切れ目入れて曲げて溶接したらよかったです。はい、素直にね。というわけで削り出しエルボー完成でございます。ああ疲れたで。こうね、パイプに刺して使います。刺して溶接して、まあこの間は貝先を取ってね、深く溶接したいなと思います。こんな感じで曲げパイプをゲットすることができます。いやー非常に大変でしたね。今回フュージョン360で 3D 加工的なものも行いました。で、まあ、今回大変すぎたのでフュージョン360の使い方も多少分かったということで、なんとか技研の方でフュージョン360の使い方みたいな、まあ、今回のこれをテーマにこんな感じでキャムするよみたいなのを解説したいと思っております。ちょっとでも元を取らないと、こんだけ大変な思いしたら。というわけで、あのなんとか技研の方ももしよろしければ見てください。チャンネル登録してお待ちください。そちらの方も動画制作したいと思います。はい、というわけで欲しかったパイプがご覧のようにに入るということですね。で、まあ非常に大変だったんですが、非常に大変だったのは、大変だったというか企画をミスったのは、元マシニング使いなんですよ。マシニングを使ってて、まあ、BT50 の結構トルクの剛性のある機械を使ってたので、まあこれぐらい4つ作るにあたって、まあ丸1日まったりしながらやればできるやろうという感覚のまんまやったんですね。よくよく考えたら機械が違うということでですね、非常に企画をミスったね。はい、何回言うね。で、このエルボタイプのいいところは、まあオフセットを確実に決めて溶接できるという点ですね。こんな感じでブロックを用意しまして、こう置いてやれば確実にオフセットを決めて溶接できるということで、まあ、メリットも一応ありますと。曲げてね、ここを曲げて曲げてだと精度を出しづらいじゃないですか。なので、まあそういうメリットもありますと。あと肉厚をですね、結構分厚めに取ったせいもあって結構重量感があります。はい、まあ、パイプがね、曲げれたら何のことはなかったんですが、曲げれないと判断しましたので、ご覧のような方法で曲げパイプを用意いたしました。キャムの使い方などちょっとマニアックですが、知りたいという方はなんとか技研の方をチャンネル登録いただきまして、お待ちいただければと思います。そしてこちらのチャンネルも、もし登録まだの方はチャンネル登録いただきまして、グッドボタンを押していただきまして、今回の動画以上とさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。